7月8日水曜日、ただいま19時23分、本日のドル円を見ていきます。皆さんこんばんは、たかしです。まず日足から見ていきます。現在、インジケーターは方向感がない感じですので、上に行くのか下に行くのかがわからない状態です。ただ、この直近の大きな下落に対するフィボナッチリトレースメントを取りますと、そこの 38.2% のところで今当たって一旦反発してきている状態です。また、この下落のフィボナッチリトレースメントの 38.2% がここにあるんですが、その付近で現在揉み合っております。一旦はこの 38.2 を超えてきておりますので、この下落に対しての 61.8% ぐらいまでは戻ってくるかなと思っております。それとここにダブルボトムが描けますので、このように進んでいくんじゃないかという見通しでおります。次は4時間足を見ていきます。4時間足は前回もお伝えしました、このボックス圏内で今動いております。そしてここに逆三尊ができておりまして、この逆三尊のターゲットがこの黄色い線の先端ですね、この辺 108.3 から4付近のところになりますので、この辺までは上がってくると思ってます。そしてこの逆三尊のターゲットがちょうどこの下落に対するフィボナッチリトレースメントの 61.8% 付近になりますので、ここまでは上がってくるんじゃないかと考えております。で、現在はこのボックス内でほとんど値幅がありませんので、トレードには適さないとは思うんですが、もしトレードするならこのボックスの下に来たところでロング、上に来たところでショートという戦略がいいんじゃないかと思っております。具体的にご説明しますと、例えばここですね、この上昇の時ちょっとここは上抜けしてますけれども、ここでストキャスティクスがデッドクロスしてるんです。で、デッドクロスしてここからショートで、次この下限に来たところでまたゴールデンクロスしてるんですが、ここまで取るというような感じの戦略で行くのがいいのかなと。ただ今はこのボックス圏の中でさらに細かいボックスの中で動いておりますので、値幅が20ピプスぐらいしかありませんので、トレードするには不向きだと思われます。ですので今でしたら、ここまで一旦このボックスの下限まで下がってきたところ、なおかつストキャスティックスが売られすぎゾーンに入ったところからのゴールデンクロスでロングを取っていく、で 108.4 円付近まで取っていくのがいいんじゃないかなと思っております。では本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。